ぽよ。最後の占いスタンティン。そういうね、だからどのように茅野さんがステイホームをしてるのか非常に気になります。ファンの方からいただいたお酒を今やっと楽しめてるんですよ、はい、確かにね、うん、なので今までいただいたもののお手紙読み返しながら、うんうん、私と同い年の日本酒、古酒なんですけども、すごいねそれは、をいただいたり、うん、なんかすごい楽しみ方してますね。でもいい有意義な使い方されてますね。でもね、なんかこういうゆっくりした時間って今まで全然取れなかったので、そうだよ、ね、なんか日々あやっぱり感謝だなっていう風に感じます ね、やっぱりね、こういう事態だからこそね、逆にね楽しく、うん、ストレスなく過ごしてね、そうなんですよね、免疫とかも高めていかなきゃいけないですからね。前野さんは何してるんですか。僕ですか。前野さんは新婚さんじゃないですか。いやいやいや、そんなことないですけど。何してるんですか。いやいやいや、普通にゲームしたりテレビ見たりアニメ見たりっていういつも通りの生活しかしてないです、お料理とかするんですか。あ、料理はでも昔からしてたんで、料理はやっぱしますね。でも料理上手そうなイメージあります。いや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 、でもやっぱ時間がね、ある分ね、凝った料理とかをやろうかみたいな時は増えましたね、確かに。一緒に料理したとかないんですか。ないっすね。ミクコちゃんと一緒に料理したとかないんですか。ないです。なんか振る舞ったよとかないんですか。ないですかね。そういういじりはいいよ。すごい前野さんの顔ピンクすぎて。いや、そういういじりはもうやめてください。かわいすぎませんか。そういういじりはちょっと事務所 NG なんで、ちょっとあかん。映像がないのが、ちょっとあかんですね。映像がないのが残念だわ。いやいや、もうひっそりと暮らしておりますね。いや、でもいいですね。前野さん可愛かったな。いやいや、そんなことないです。僕はいつも、みんなに見せてあげなかったな。僕はいつも可愛いじゃんって言ってました。僕はいつも可愛いですよ。ぜひ皆さんね、お家で、楽しんでいることを、ぜひ私たちにも教えてほしいので、火曜日、また、